動く漫画の作り方ということで、なんと有名イラストレーターのよむ先生とのコラボで動く漫画をね制作させていただいております。改めて、よむ先生のご紹介なんですけれども、はい、フェティシズムなイラストで話題を呼び、同人商業問わずイラストレーターとして活躍中。代表作は「見るタイツ」「頑張れ同期ちゃん」「商業画集」「PaintItBlack」を刊行している。というわけで有名イラストレーターのよむ先生ですけれども、今回はですねいただいた漫画原稿からどう素材分けしていって、ライブ 2D でどう動かしたのかっていうところをね具体的に解説していければと思っております。こちらもメインの見せ場になるコマですね。ここはかなりねこだわり持って作っていただいたかなというところなんですけれども、カメラワークとかはねある程度決まってたので、ここはもう手がアップになってそこからパンアップしていくっていうのは決まってたので、最初の方はこの女の子の顔あたりはほとんど動きがなく、ちょっとね省略させていただいて、でパンアップして映った時にしっかり動きが魅力的に見えるようにっていうところで調整させていただきました。あとやっぱ揺れ物とかですかね。最初手のあたりがアップになるので、スカートの揺れとかは結構こだわりたいなっていうところで、結構このプリーツのばらつき感とかもしっかり出るように作っていただきましたね。そのままの形で横に揺れるような揺れが2段階。この辺りブレンドシェイプ使ってたりはするんですけど、でかつこのひねるような動きで、ちょっとそのプリーツ同士が離れるような動きも2段階入れて、ちょっとプリーツのばらつき感とか出るように作っていただいてますね。あとはそうですね、このカットで難しかったところがやっぱりこの手をつなぐ動きですね。はい、つなぐ前はそれぞれ独立して動いた上で、つないだ状態では2人の手が合わさった状態で動くっていうところなんですけれども、これは実はですねなかなかこうライブ 2D ではですね親子関係を途中で切り替えるということはできないので、ここでは実は男の子の手の方を複製してまして、実はね男の子のこの手なんですけど、後半と前半で使い分けてるんですね。そう、前半の男の子の方の手はこんな感じでもう女の子の手とは関係なく動いていて、後半の方は女の子の手を動かすとついてくるみたいな。後半の方は構造的に女の子の手の子になってるって感じですかね。後半の方の男の子の手はこの辺りから回転するような、こんな感じで。で、手首とかも、手首の回転を動かすと、逆に手首が回転するけど、手は動かずにこっちの腕の方が動くみたいな。で、まあ、どこを動かしても手がずれないようにしておくっていう感じで作っています。このコマに関しては、まあ、それぞれがね、しっかり上下に歩いてる動きを出しながら、手の位置も合わせないといけないので、結構難しくて、もうこの手自体は男の子の方の腕に含めていて、ここまで一緒の構造になってるっていう感じで、これに対して女の子の方がここまでで、位置を合わせるっていう感じの作りになっています。一応、グルーも作ってまして、こう位置がずれないようにっていうところも作ってはいるんですけれども、それだけだと動きが大きい時にこうやっぱずれてしまって、ここでずれないように何をしてるかというと、こんな感じで女の子の方の体の回転 Z がこっち側に動いた時に、このブレンドシェイプ実は重みの制限がかかってまして、で重みの制限設定によってこのパラメータがこの時だけにこの動きが反映されるように作ってあるという感じですね。モデリングするときは大変なんですが、こういう形の構造に作っておけば、モーションを作るときはブレンドシェイプたちには気を使わなくても良いので。そうですね、これをしないでやると多分モーションの方でかなり苦労して、もう一コマ一コマ頑張って合わせるみたいなことをしなきゃいけなくなるので、まあどっちで苦労するかっていうところではありますよね。歩きの表現についても、このカットは、しっかり足まで映ってるので、今まで使っていたそのローリングってやつ、その上下動とかちょっと左右と上下に動かして歩きを表現するみたいなのができないので、しっかりこの足の動きをつける必要があったので、そこもどう作っていくかっていうのはちょっとね悩みどころではあったんですけれども、今回撮った手法としては、こんな感じの結果としては動きになってまして、これどうやってやってるかというと、これが原画の状態なんですけれども、もう割と片足を前に出して片足を後ろに出してるみたいな形になっていたので、それぞれ複製しまして、例えば女の子の右足なんですけれども、この前に出してる足がこの後ろに出してる足に切り替われば、この前後に動くような動きがなんとなく再現できるかなっていうところで、こうフェードで左右の原画が切り替わるような感じで動きをつけました。でこれプラス体の X とは別に腰の回転をつけるような動きも作って、まあ、これを合わせてなんとなくこう歩いてるような動きが出るように作っていったという感じですね。で男の子の方も同じ感じで動かしています。足に関してはそこまでこうアップで見えるところでもないので、まあ、ある程度ちょっと簡略化はしつつ効率的には作りつつ、ある程度歩いて見えるようにというところでこういう手法を取ったということですね。